Web3 への取り組みについて、三菱 UFJ フィナンシャルグループ執行役員、グループ CDO 兼経営企画部長、上野俊明様よりお話をいただきます。それでは早速ご登壇いただきましょう。上野様、よろしくお願いします。それでは私から簡単に上野様のプロフィールをご紹介させていただきます。1996年東京大学法学部卒業後、東京三菱銀行に入行されました。その後、証券部や人事部、経営企画部など様々なご経験をされて、2022年に現在の役職に就任されました。新事業も開発しまして、Web3 も含めた出資やアライアンスを牽引されております。それではご準備よろしいでしょうか。お願いいたします。はい、皆様こんにちは。今ご紹介に預かりました三菱 UFJ フィナンシャルグループの上野と申し上げます。今ご紹介いただきましたけれども、簡単に自己紹介をさせていただきますと、今ですね、三菱 UFJ フィナンシャルグループでグループ CDO と経営企画部長を務めております。よく聞かれるのですが、この CDO の D というのはデータとなりまして、経営企画の一環としてですね、データ戦略というのも担っているということでございます。ちょっと自分の経歴がここで発表されるって認識なかったんですけども、特にそのデータのバックグラウンドがあるというわけではないんですが、グループとしてですね、どういうふうにデータに活用していくかといったことも考えているということであります。またですね、経営企画部のミッションとして新規事業開発というのもここ数年取り組んでおりまして、その一環としてですね、Web3 というものに出会いまして、本日この場に立たせていただいていると、ということで、ございます。Web3 サミットということでですね、キーワードは分散とかということだと思うんですけれども、一方で我々みたいなですね、極めてこう中央集権的な伝統的な金融、グループがですね、この場に参加させていただくのは、若干間違いないような気もしますけれども、Web3 につきましてはですね、我々もこの1年半ぐらいですね、かなり真剣に取り組んできていることもありまして、短い時間ではありますけれども、少しどんなことを考えてきたのかということを、ご紹介させていただければと、というふうに思います。そう言いつつですね、今日は少し会場に、お伺いしてですね、あちらの方のイベントの方も少し拝見しましたけれども、本当にこの最先端でエネルギッシュな雰囲気、ということで、率直に申し上げて、こういう場でですね、こういった形でプレゼンするということも、滅多にないことでもありますので、正直、緊張もしてますし、言わなきゃいけないことを忘れてしまうかもしれないんでですね、ちらちら紙も見ながらですね、お話をさせていただければというふうに思います。ご留意していただければと思います。Web3 に関してはですね、このイベントのですね、メインスポンサーでもありますアニモカブランドさんと昨年の10月ですかね、に、いろいろお話しする機会がございまして、それ以来ですね、どういった形で、事業に出せるかと。といったことについて我々も、いろいろ議論をして、まいりました。当時はですね、もう1年半前、のことではありますけれども、NFT のですね、例えば NFT アートみたいなものが、非常にご資産価格が上がるといったですね、NFT バブルというような、いけるような状況でもあったかというふうに思います。そういった中で我々もですね、少しその NFT というものを、いろんなコンテンツを NFT 化して、で、それがそのマーケットプレイスで売買されてと、といったようなことをイメージして、議論していたかなというふうにも、思います。ただですね、今日お話しさせていただくことは、いろいろ議論を経てですね、我々の中では、キーワードとしては、今ですね、価値化されていない、その事業、事業資産、企業活動、こういったものを、価値化するということが、キーワードかなというふうに思っておりまして、その考え方について少しお話を、させていただければというふうに思います。一方でですね、いろんなその政策当局からも、Web3、それから NFT、こういったものに、ついてですね、いろんなそのホワイトペーパー等々発表されているかというふうに思います。その中では、
まあ、NFT といったものについて、Web3 といったものについてですね、まあ、例えばその日本企業の有するそのコンテンツを世界に発信する、そのことでその日本企業の競争力向上につなげる、まあ、あるいはですね、日本のその社会の構造変化を促す、こういった文脈でですね、整理がされているんじゃないかというふうに思います。まあ、我々もですね、まあ、ある意味同じような思いで取り組んでいる、ということで、ございます。じゃあ次のページでですね、MFG が Web3 なぜ取り組むのかということについて、お話しさせていただければと思います。Web3 に着目している理由ですけれども、ここにもありますように、Web3 はですね、この Web2 による価値提供の、まあ、限界を補って、まあ、社会構造に大きな変化をもたらす可能性があるというふうに考えております。まあ、社会に説法ではありますけれども、まあ、大きな違いはですね、Web3 においては、まあ、唯一性、それから、まあ、保有利権の証明が可能であると。ということで、まあ、Web2 はそうでないということで、まあ、価値のその帰属の主体が、変わってですね、まあ、そのことによって価値創造の広がりも変わってくるというふうに思います。まあ、まさにですね、その価値を生み出した主体に、価値が、帰属していくと。で、まあ、その活用の場もですね、まあ、非常にこう広がりがあると。まあ、こんなふうに考えているということでございます。まあ、こういった中で、まあ、金融機関としてもですね、まあ、こういった、技術進歩と、それから、まあ、社会変容への貢献をしていきたい、というふうに考えていると、ということで、ございます。ではどうやってということで、まあ、それが2点目になりますけれども、まあ、私どもはその金融機関としてですね、お付き合いをさせていただいている、まあ、様々な、お客様がいらっしゃいます。まあ、特にその中でも、法人、まあ、事業、会社のですね、お客様が、有するですね、様々なアセット、経済活動、こういったものがですね、デジタル市場で、付加価値をつけると、ひいてはその企業価値向上が、まあ、可能になるのではないかと、こういうふうに考えております。まあ、そしてですね、こういった付加価値のついた、まあ、まあ、企業価値、企業の様々なアセット、こういったものをですね、我々の一方で、有する個人のお客様に保有いただくことも、可能になるのではないかというふうに、思っております。まあ、MFG としてはですね、金融機関として、まあ、金融という機能に、とどまらずですね、まあ、企業価値向上のお手伝いを、としてですね、まあ、ひいては、社会課題解決のお手伝いをできないかと、というふうに考えている、ということでございます。もう少しですね、この点、お話しさせていただきますと、まあ、MFG、金融機関でありますので、様々なそのトランザクションに対する、まあ、決済とか、ファイナンスですね、ここを、まあ、担ってきていると。ということで、ございます。まあ、その中で、まあ、Web3、NFT ということで考えるとですね、NFT に、まあ、購入者にもたらす価値として、まあ、例えばその値上がりによる売買益だとかですね、まあ、あるいはその購入、保有に伴うその決済トランザクション、こういったことが、まあ、金融としては、まあ、最も信頼性があるという部分もあるかというふうに思います。ただ、まあ、こういった点はですね、まあ、あまりそのメインでは考えてない。まあ、その点にだけ注目しているわけではないということで、まあ、むしろ、その点は二次的に考えていると、ということで、ございます。まあ、それよりもですね、むしろ、まあ、NFT とか、まあ、分散技術、こういったものがですね、有する機能を活かして、まあ、デジタル市場においてですね、経済活動、あるいはそのアセットにですね、付加価値を設計することが、まあ、重要だと。いうふうに考えておりまして、まあ、その結果として、まあ、NFT 内が有する機能を生かすことでですね、まあ、現在価値が十分今ついていないもの、まだ価値がつけられていないその資産の価値化、資産化、こういったものがですね、可能になるのではないかと、こんなふうに考えていると、ということで、ございます。まあ、NFT のですね、そのコンテンツの、唯一性、保有利権を証明する仕組みを活用しまして、いろんなですね、価値のあるデジタルコンテンツの制作が可能になるというふうに捉えておりまして、まあ、これ観点から、まあ、金融機関として付き合いのあるですね、まあ、幅広い法人のお客様の有する、まあ、様々なアセットや経済活動にですね、デジタル化市場で付加価値をつけて、まあ、企業価値向上のお手伝いをしたいと。ひいてはですね、本来その極めて価値ある豊富なアセットを有するですね、まあ、日本企業の競争力向上のお手伝いもしていきたい。まあ、そのことで、まあ、日本経済、日本の社会変容にも貢献できる可能性があるのではないかと。まあ、こんなふうに考えているところでございまして、まあ、このあたり本来ですね、まあ、金融機関としても、まあ、果たさなければいけない役割をですね、まあ、Web3 というものを通じて、まあ、果たしていくことが可能になるのではないかと。まあ、こんなふうに考えていると。
ということで、ございます。まあ、こういったですね、まあ、経済活動、NFT かけるブロックチェーン、まあ、こういったことをですね、まあ、想定した未来の、社会、これどういうふうにイメージしているかと、というところで、ございますけれども、まあ、よく、この、NFT 関連のですね、ビジネス検討する中でも、ウォレットという、ことがですね、まあ、一つの検討対象になっているかというふうに、思いますけれども、その Web3 のですね、トランザクションが、まあ、今申し上げたように様々な企業活動がですね、Web3 の中で、まあ、トランザクション化されていくと、ということが実現、していきますと、まあ、こういったですね、デジタルアセットを、保管する、ウォレットを保有する、まあ、場面というのが増えてくると。で、それもですね、個人だけではなくて、法人についてもですね、こういったウォレットでですね、様々なその価値を、保管する、という、場面が増えてくるんではないかなと、というふうに、思います。このウォレットの中でですね、いろんなその経済活動、アセット、これとリンクした、まあ、トークンが、保有され、まあ、それがその有する情報、まあ、これがですね、いろんな経済活動、所有権とつながった中で、生かされていく。まあ、こんな世界観をですね、イメージしていると、ということで、ございます。で、まあ、ここでですね、保管されていく、その、まあ、トランザクションというのは、まあ、我々が、本業とする金融サービスだけではなくて、まあ、小売リテール、それから、医療ヘルスサービス、教育人材サービス、こういったですね、いろんなサービスが、まあ、トークンというものをですね、返して、で、まあ、その中に保管される情報を返してですね、つながっていく世界観をイメージしているというところで、ございます。まあ、この中で金融機関が果たす役割として、着目しているのはこの中でいうと B で、ございまして、まあ、我々金融機関としてですね、まあ、様々なその決済インフラ、等々にですね、安心安全というのをですね、これまで、まあ、長年にわたってですね、提供、まあ、役割を果たしてきたと、ということかなというふうに思っております。金融機関として、この Web3 のインフラへの貢献可能性としてはですね、やはりこの安心安全の提供ということかなというふうに思っております。まあ、このですね、Web3 の検討を開始した当時からですね、まあ、NFT が一般に普及していくにあたってはですね、事業者、あるいは消費者の、不安、というのがですね、まあ、大きな、ボトルネックになるんではないかというふうに、考えてきたと、ということで、ございます。まあ、やはりですね、その、まあ、いわゆるその、クリプトフレンドリーな、方にとどまったですね、トランザクションですと、まあ、これもスケールも限られると、ということで、まあ、十分ですね、そのポテンシャルが発揮されないと、ということかなというふうに、思いますけれども、まあ、この点のですね、ボトルネックを、解消していくのが、まあ、金融機関の一つの役割かなというふうに、思っております。まあ、すなわちですね、金融機関の、まあ、信用力を活用したですね、サービス提供の可能性があるかなというふうに思っておりますし、まあ、こちらにもですね、負債がございますように、まあ、その中でもですね、特にその我々がその金融取引の中で、極めてですね、厳格な運営を求められておりますですね、AML、KYC の仕組み、こういったものは我々が提供できるですね、一つの付加価値ではないかというふうに考えておりますし、まあ、こういった過程でですね、まあ、我々その金融業界の中としてもですね、ルールメイクに関与していくということも、まあ、一つの役割かなというふうに考えております。まあ、こういった問題意識の中でそのアニムカ・ブランツさんをはじめとしてですね、まあ、様々なその外部のパートナーの皆様と一緒にですね、Web3、デジタル市場ならではのですね、ユースケース等についてですね、まあ、議論させていただいてきているところで、ございます。まあ、率直に申し上げてですね、今のところ、これだと、といったようなですね、ユースケースに行き当たってないというのも、まあ、事実でありますけれども、一方でですね、そういったものに少しずつ、近づいているのではないかというような、実感も、ございます。まあ、安心安全なですね、取引環境というものに、貢献しながらですね、活発なその Web3 のトランザクション、この基盤の拡大確立、こういったものにですね、貢献していきたいというふうに考えていると、ということで、ございます。まあ、今ですね、申し上げたようなことを図示したのが、この、ページになります。まあ、我々もですね、検討を始めた当初は、まあ、袋小路に陥るというか、部分も多々あったかと思いますけれども、まあ、どうしてもですね、そのいろんなこのアセットを NFT 化して発行し、で、それがそのマーケットプレスで売買されて、
で、価値が実現していく。まあ、場合によってはそれが値上がりという形だったのかもしれない。まあ、そういった中で、その NFT を発行するということそのものがですね、目的と、まあ、なりがちで、まあ、それを目指してですね、我々も、検討していた、嫌いもあったかなというふうに、思っております。ただ、NFT というのはですね、やはりその目的ではなくて、手段である。Web3 はあくまで手段である。で、重要なのは、まあ、ちょっと再三申し上げさせていただいているように、まあ、これまで、価値化されていなかった、経済活動、企業活動、それからアセット、こういったものがですね、まあ、無形資産、であるこういった活動そのものがですね、Web3 の様々な手段を活用することで、価値化されること、これが、まあ、本質的には非常に大事だということに思いますし、究極的にはですね、Web3 というもの、まあ、ブロックチェーンというもの、こういったものが、トランザクションの中で活用されていることすらですね、ユーザーは気づかない。こういったことが、非常に大事じゃないかなというふうに思います。その中で、まあ、唯一性とかですね、取引、保有、移転、こういったことを証明する仕組みの、便益はしっかりと享受していると。まあ、こういった世界観が大事であって、やはり、この手段として Web3 を使っていく。で、Web3 が、まあ、Web3 か、ブロックチェーンか、そういったその手段が内包されていることすらユーザーは気づかないと。こういった世界観が大事であり、この Web3 がですね、まさに社会に活用されていく上ではですね、大事なのではないかなと、というふうに思っております。まあ、重要なのは、様々なですね、手段とビジネスが掛け合わさって、まあ、Web3 だからこそ提供できる価値サービスが、まあ、NFT であれば NFT を保有する人々のその満足につながって、で、まあ、それによってですね、真の付加価値が創出される。これが大事ではないかなというふうに考えております。まあ、Web3、まあ、ある意味一つのブームでもあると思いますけれども、これが一過性のもので終わってしまうかどうかも、まあ、これそのものを目的と考えるか、手段と考えるか、これがですね、非常に重要なポイントじゃないかなというふうに考えております。まあ、我々もですね、どういった活動やアセットに価値を持たせられるかと、まあ、こういう観点でですね、様々なその事業会社の皆様とご議論をさせていただいておりますし、模索をしているところで、ございます。Web3 というものの位置づけについてはですね、こんなふうに考えて取り組んできたところでございます。もう一つですね、まあ、同じような少し文脈で、DeFi についてですね、少しだけ話をさせていただきます。まあ、金融機関でもあるということでありますけれども、まあ、若干個人的な見解でもありますけれども、まあ、DeFi が何を指すかというのも必ずしも明確でないというところもあると思いますが、個人がその個人の主義主張あるいは思考に基づいてですね、まあ、同じように、この中央集権的な主体である業態ではなくてですね、その事業の一部、あるいはその先ほど申し上げたような一部の活動、アセットにファイナンスすると、といったことが、まあ、社会変容の中で起きると思いますし、まあ、分散社会の中ではですね、まあ、新たな信用創造の一つのやり方、として考えるのではないかというふうに思っています。ただ、まあ、これも実現するにはですね、消費者保護、金融安定、金融犯罪防止、こういったですね、まあ、これデジタル庁のウェブレポートにもありましたけども、こういったですね、法規が守られているということが、まあ、大前提になるんではないかというふうに思います。まあ、ここでもですね、やはり安心安全な、取引の実現という点が、キーワードになってくるかなというふうに思っておりますし、まあ、そういった点にですね、我々のようなですね、伝統的金融機関の果たす役割も、ある、というふうに、考えているというところでございます。最後に、若干こう宣伝になりますけれども、今申し上げたようなことをですね、実現したいというふうに思いからですね、まあ、先ほど申し上げましたように、1年半前からですね、アニモカブランズさんと、議論させていただいておりまして、まあ、2月にはですね、共同をスタートしていると、ということでございます。加えて今年の4月にはですね、アニモカさんに加えまして、株式会社アブボンドさんにも参画いただいて、まあ、技術面からのソリューション提供もいただく形でですね、共同アップグレードをして、きております。まあ、MGA としましてもですね、様々な事業者のですね、皆様の有する、まあ、貴重なですね、無形資産、すなわちまだ、価値化していない経済活動、アセット、こういったものを Web3 を利用して、価値化してですね、
で、その価値をお届けすると、こういう取り組みを、同じようなビジョンを有するですね、Web3 フリーランスの皆様と一緒に、実現していきたいと、こんなふうに考えているところでございますので、まあ、このイベントを通じてですね、この後も、ぜひ本日お越しいただいている皆様ともですね、ご議論をさせていただければと、いうふうに考えるところでございます。本日、ご説明は、以上とさせていただきますが、今後ともですね、ぜひよろしく、お願いいたします。以上でございます。本日はご清聴ありがとうございました。皆様、ありがとうございました。今一度、皆さん、失礼、お目を取りください。